エクスティブ・レディオ、AM1008、AM FM933 の ABC ラジオがお送りしています。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。ジオさて、先週は、デイブレイク株式会社、木下正行代表取締役社長、CEO に、経営者になったきっかけなどについてお聞きしました。 今週は経営哲学や成功の秘訣についてお伺いしていきましょう会社の今なんかすごく順調にいかれてるし社長のやっぱりなんていうのこのモチベーションっていうか人に与えるそのすごく皆さんを幸せにするオーラが終わりになられるじゃないですか、はい、このなんか考え方で特に大きな課題はなさそうだなもちろん技術的なものを改善していくっていうのはあるんでしょうけど。 なんかそんなに大きな壁にぶつ,ぶつかってなさそうだなっていう感じはするんですか。そうですね。えー、今はやっぱり言語化できているし、体系、えー、化もできてはきたんですけれども。えーはい、やっぱりこの創業してから今10年以上経ちまして、途中で。 やっぱり壁、はい、<laughs> どん底がいくつ経験してますあ,、はい、あ,ありましたよね何度倒産しそうになったかっていうのは <laughs> うあります当然、えー、でもその時にやっぱりあのー、今自分が言ったようなその世界観みたいなことって喋ってればみんなに伝わるよねみたいな風に思っていたんですよね、はいはい、でもやっぱり意外と従業員ってそれをやっぱり汲み取ってそれを事業に落とすことが結果つながってこないんですよその時にやっぱりミッションビジョンコアバリューってもう当たり前のことだなって今思うんですけど、うんうん 創業時にはそういうものを明確にしないで走ってしまった結果私の世界観がこう想像できないんで事業としてもやっぱ評価されづらい結果出しづらいっていうところがやっぱり課題感でありましたねそれはすごい私も結構長いですけどもうすごいテーマですねでそれはあ。やっぱそうですよねうんだからもう上からなんかものを言うんじゃなくてもう最近は下から行こうみたいな。うんはい 下から行ってもダメだったらどうしよう後ろから行こうとか <laughs> いろんな角度から <laughs> <laughs> 伝わらないと一人もう我々だけじゃだと広がらないじゃないですか。これ一番重要ですよね。そうですねやっていく中でね、はい。やっぱ当たり前のように思っちゃいけないんだなっていうのは。今の悩みみたいなものっていうのはなんとなくどんなところにあるんですかね。そうですね。もう悩み上げたらいっぱいあるんですけど、えー、えー、やっぱりあのー、ここから今えっ、ー、と国内市場、はい、結構順調に。 市場のパイを取目指してるのは海外進出なんですよね、うん、そういうふうになった時には、えっと、やっぱより優秀な人材とかより強固なパートナーみたいなものとその我々の、ね、世界観とかちゃんとした事業を伝えられるようにしなくちゃいけないなっていうのが課題感であったりとかですね。はいはい、あとフード事業も やっぱりこれから機械の市場よりも食材の市場のほうがやっぱ700兆円マーケットでめちゃめちゃでかいんですよ。そうするときにやっぱその高品質であってもちゃ,んとちゃんとした適正な価格で売れる出口っていうのをやっぱ広げていかれないと市場っていうのはなかなか伸びてこないんですよ。すすがでねなるほどなるほほどどな、えー、なのでそういったやっぱり消費者に訴求する観点とかですねまだまだやらなくちゃいけない課題感とかっていうのは。でもなんか課題 はすごくあの大変そうだなと思いながらも楽しそうですね、はい。いやもうちょっと私自身もワクワクしてますね、えー。ワクワクしますねこれ <laughs> メンバーもみんな同じ形で <laughs>、えー。でもそうなると人ですね。いろんな人材をもっともっと多様な人材を。 採用されれてていいく感じなななんんででですすすけどなんかこの辺のの辺戦略みたいのって終わりになられるんですかねねそうですねやっぱりあのえー、えー、事業部が今3つ大きく分かれてますのでえー、えー、そこにやっぱり当てはまるような主にやっぱり今セールスであればキーエンス人材がやっぱ数人来ていただいてるんですよ。うんうん、ああそうなんですか、ねはい。やっぱりあの最初のコストで最大のメリットっていうのはえー、えー、やっぱ物売りとしてのやっぱりやるべきことじゃないかなと思いますんで。えーえー、もでももそれはもう 先期に値する人そうですね、はいうん、やっぱそうまたそういうふうな、えー、と上のメンバーにやっぱりもっと吸収して大きく成長していきたいっていう若い子たちがいっぱい入ってきてるんで、はいはい、やっぱそれなりに優秀な人材、まあ、ポジション・ポジションが違うんで、はい、いろんな角度から欲しい人材をもう明確に今してますんで、はい、今後あの上場されていく時これメーカーとして上場されていくのか、はい、それともプラットフォーマーとして、はい。 どこもしくは両方でっていうのでだいぶなんていうんだろう価値が、はい。 変わってくるかなと思うんですけど、はい、このあたりってどう、どうなんですか、ね。そうですね。今まずあの手堅くちゃんとやってるところは。そのグローバルニッチ戦略っていう国内だけでの機械の物売りだけじゃなくて。それがもうノウハウが常に溜まってきてるんですよ。はいはい、で、売るその仕組みみたいなものも体系ができてるんで、やることは変わらないんですよ。なるほど。ほど市場を海外の方に横展開していって。えっと、世界市場の何パーセントを取るっていうところが、まず本丸です。なるほどただ同時に、そのフード事業がやっぱりプラットフォーム事業に。 ええ、あの化ける可能性は十分ポテンシャルあるなと思ってるんで、うん、なかしら、ええ、なので、えっと、ここから先はそこにもちょっと注力を、ね、<laughs> していきたいなと思うのでまだちょっと明確には定められていないというのがお答えですかね、ええええ、すごいですねでもねもうビジョンがもう明確なんで、うん、ね世界はもうすでに始まってるんですか打ち合わせみたいなものはあそうですね市場調査をしている段階ではあるんですけど。ええええ 実際にはもう海外十数か国販売してましてあそうなんですでにやっぱその1台目を購入して事業が伸びるんですよ、はいはい、なんで高い機会なんですけど、はい、やっぱアップセルで2台目、3台目何倍の機会ていうのをやっぱ求められてます、ね、なるほど。特に海外今やっぱ日本って円安なんで、うん、あ海外から見たらすごくそれもすごい追い風になってきてなていう背景もありまるんです。 かなりあのメリットを受けけられるわけですねただやっぱりあの知的財産とかやっぱその認証とか結構その国その国にやっぱやらなくちゃいけないことがたくさんありますしやっぱその国に強い人材とかも入れていかなくちゃいけないなパートナーも作っていかなくちゃいけないっていうところをしっかり盤石に今固めてる段階ですね、えー。でもそういった時にどんな社員の人を、はい、あの社長が求められるんですか そうですね、えー、まあ従業員の前にやっぱりその会社で成功するために必要なことってやっぱり私の,その考えている世界観とか体現したい仕組みみたいなものが作れるまず優秀な COO の存在ってすごい重要だなって。 思ってますやっぱりやっぱ社長って結構俗信化してるじゃないですか、はいはい、なんでそれをやっぱりちゃんと売上とか上げられるようなミッションビジョンも体現できれるようなやっぱり CEO の存在大事だなと思ってる一つあります社長が CEO なんですけどえっと別にまた CEO ですね CEO ですね、はい、なるほどなるほど、はい なんで私そういう候補の方ももういらっしゃる、はい。そうですね。私のところはもう、あの、元キーエンスで、あの、ちょっと。元々のつながりがあったんで、うん、一緒にやってもらって、大きくしてます。ねはい、キーエンス、人材も強いです、ね。そうですね。<laughs> だからですね。はい、本当に。ですね。で、あと、従業員に求める。えー 一つ目はやっぱり仕事って一人でやっぱりやるものじゃないなと思ってるんでやっぱり人にこう真摯に寄り添う姿勢であったり誠実さみたいなものはすごく重要に求めてますね。ななるるほほどどあとは僕あの私のところですごい重要視してるのってその経済的価値だけを追い求めるっていう考え方がちょっとあんまりなんですよねまあ当然それは必要ですで。そのの上でちゃんとあの社会 価値を両立できるっていう考え方をすごく大事にしてるんで。やっぱそこをなんか、こう、うん、お金だけ儲かればいいじゃんみたいな。そういう考え方だけだと、ちょっとデイブレイクには当てはまりづらいかなって。素晴らしい。はい、もう明確にそうおっしゃっていただける強い意志を。今すごく感じました、はい、今。<A> うん、あ、素晴らしいですね。うん、はい。そんなジャパ、メンバーをちょっといっぱい求めてますね。はい、すねこの番組のテーマでもあるんですけども、数十社の社長さんたち出てくださったんですけど。はい、やっぱり皆さんね、素直な。 方を求められるみたいな。そうですか。ええー、ことが多いので、はい、なんかすごくやっぱり共通言語ですね。すねこれね、うん、うん、共通した考え方ですね。素晴らしいです、ね。うん、経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。はい、ここでゲスト経営者の思い入れのある曲を教えていただきたいと思います。デイブレイク株式会社木下社長いかがでしょうか。あの藤田まえこさんの手紙愛するアナエタ絵っていう曲です。 これもまたいい曲ですね。絶対最後まで聞けないです。泣いちゃうんで。泣きますか？泣きますよ。もう累線弱いし、もうダラダラですよ。多分社長が道徳外れだったから。この曲は知ってますよ。もうなんかね、すべてが詰まってる曲ですよね。そうですね。こちらのやっぱりあの歌詞もですね。やっぱりあの自分もやっぱ若い時結構破天荒だったんで。 それやっぱずっとこう信じてくれたりとかですね、はい、見守ってくれた両親がいて、うん、まあ、ちょっと起業する時も。ちょっと喧嘩ばかりにはなりましたけど、すごくやっぱ後押し、今を考えたら指摘くれてたなと思って。うん、そういった歌詞がやっぱ含まれてたんで、親に対する、まあ、感謝の気持ちと、これが結構リンクするなと思ったんで。もうすでに類推はこれ。<laughs> <laughs> 聞いた後大い、ね、大変なこと。にな大変なことになりますね、<laughs> もう、本当に、素晴らしい。うん。 経営者たちのラジオ経営者たちのラジオあとちょっと話変わるんですけど、はい、プライベートってあるんですか今プライベートはなんかちょっとここに書いてあるの島に行くことって書かれてるんですけど、はい これなんですかね。そうですね。えー、まあなんか趣味とかがあるかって言ったらやっぱだんだん仕事が趣味になってますっていうのが結構経営者のあるあるなんじゃないかなと思うんですけど。今八丈島に住んでるんですか。そうなんですよ。ああまああのー、自宅は東京なんですけど、ちょっと二拠点生活っていうのがこのコロナ期間でで、えーえー、あのー、八丈島に三分の一ほど一ヶ月住んでますえ。今度遊び行ってもいいですか。どうぞ。冬だとクジラとか見えるんで。えーえー 夜温泉入ってめっちゃ心が豊かになるんですかそうなんですよ。やっぱり洗われるんで。なるほどなるほど。<laughs> 島はもう大好物ですね。ええー。普段は三分の一は向こうでテレワーク的な仕事もしながら、ね、リモートワークで会議したりとかはいやってます。なるほど。それ奥さんとかお子さんもそうですね。あの嫁を一緒に連れて、えー、はい。あとはあの習慣的なものは神棚に手を合わせるっていうご両親からの そうですねやっぱり商いやっていた家系なんでどうしてもやっぱりそのちゃんと神様を見られてるっていう習慣がすごく強いんでちょっとベンチャーでありながらイケイケ権出すベンチャーってあんまりそういう神棚に神棚の住みとかあんまり文化ないと思うんですけど弊社は会社にも神棚立ててでやっぱり従業員がちゃんと手合わせてないと朝もうすごくみんなに怒るっていうような文化をやってるんで。 徹底してますね、ルーティンがあるかって言ったら、やっぱり神棚に手を合わせるっていうのが、一つ、ルーティンかなと思ってますね。これもデイブ・リックさんの崇高なルーティンの一つなんですね。そうですね自分たちの行動プラス運も大事だと、そうです行動プラス運を上げに行くんだと、気持ちを持っていくんだと、そうです手を合わせようと、そううでですすといこなんね常に感謝しなくちゃいけないっていう素すらしいですね。 そうですねあのビジネスとして、えーえっと、ちょっと時間がここまでかかっちゃったんですけど、えーえっと、まず世界で勝てる日本企業っていうのを掲げて事業実は立ち上げてます今それが本当にできるんじゃないかっていうふうに思ってるんですけれどもその時にここから10年後にありたい姿としては当然やっぱ企業なので時価総額1兆円を。 目指そうなるほどそういう企業になろうとで我々の企業ってやっぱりこう売り上げをちゃんと上げたらその分やっぱ大きく社会課題解決できる事業モデルなんで売り上げ上げるのがやっぱ正義みたいな感じがあるなと思ってるんでるる、はい、そこはやっぱり企業としては掲げてますし個人としては 10年後やっぱ起業してよかったなと思うのは日本だけでも全国各地にやっぱりいい資源を持ってていいものを作っていいものを販売したいっていうフード業界の社長さんなんかとお客さんっていうよりも友達みたいな関係になれてるんですよねなるほどなので10年後はこれはもう世界レベルでやっていきたいんでなんか今のお話だとなんか競合みたいなものってなかなか現れなそうな。 そうですねプラットフォームを作ってみんなで改善してみんなでよくしていこうよっていうそれを使ってくれてるユーザーさんもそうだし生産者さんもそうだしみんなで考えようよっていうプラットフォームじゃないですかこれここが妙味ですね御社のビジネスの一番の逆に言うとフラッグ企業がなかったっていうところに結構苦しんだ事件もありますほど今でもこの技術取り組んでこのまああの質がもあるんでしょうけどこの知的財産も含めて あのここでまさにオンリーワン的な進み方をされていらっしゃるですね。いと、ねはい、そうすると、ね、まさにインドネシアとか3億人の人口がいるし、はい、まさに、ね、この技術で東南アジアは特に、ねはい、熱帯雨林の地域も多いもんですから、はい、こういう技術がやっぱり進んでいくとちょっと 格段に経済も変わってきますね。そうですね。えー、あとやっぱ美味しいもの、やっぱちゃんと届けられるようになるし。そうです、ね。はい。めちゃめちゃ。かに。すべてがやっぱ変わる。なるほど。なるほど。ええ。それであのー、マンゴスチン戦略だったんです、ね。そうですね。なるほど <laughs> マンゴスチン戦略が。ここに来て当たってます。えー、なるほど、なるほど。やっぱ命名もかっこいいですね。でもね。いや、でも、すごい、あの、ありがとうございます。はい、もういろんな話をお聞きしましたけど。なんか。

AM1008FM933ABC ラジオがお送りしてきました経営者たちのラジオ経営者同士ならではの濃密な興味深いお話ばかりでしたいかがでしたでしょうかいやーもっと聞きたいことがたくさんあってこれ項目があってその順番に聞いていくっていうことなんですけどなんかちょっとまたあのぜひお食事でも社長 ええご一緒にさせていただけたらと思います、ね。わかりました。お酒大好きなんで。八条島も,もうぜひ行きたいと思いますで。行きたいで、は、す、い。参演いたします、えー。年内にちょっともし可能であれば、はい、社長おご都合がよろしければ。もう全然、えー、行きますよ。うん。本当に世界に勝てる人とこの番組でこういうふうにお会いできるっていうのはもう最高の気持ちなので。はいえー、また、はい、ええー、ご一緒にちょっと成長させていただけたらと思います、ね。ええこちらこそお力よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。 さあ最後になりましたがここでデイブレイク株式会社木下社長から今ラジオをお聞きの皆さんに何かメッセージなどありますでしょうか。 そうですねあの我々あの、やっぱり世界で勝てる日本企業っていうのを真剣に目指してますしやってることがあの、まあ、ものづくり系でありながらフードテックっていうところもあるんで食が大好きで世界に出たいような、えっと、志の高い方々がたくさんあのいっぱい会社に来てほしいなと思ってますんでぜひあの一緒に世界に打って出て <laughs> 世の中をよりよくできるメンバー集めてますんでどうぞよろしくお願いします。 なんかでもあのビジネスモデルも卓一だしお考え方とかあの社会性だとか。 すべての人たちを幸せにしていくという考え方だとかあのそういったものもすごく素晴らしいですけど社長自身に多分いっぱい人がついてくるんじゃないですかね。でもそれは自分自身では分からないですけどなんかやっぱ自分自身でいつも楽しんでることと笑顔を忘れないっていうところと夢だけやたらでかい <laughs> そこに本当にみんな巻き込まれてきてるっていうのは言っていただいてますねすねごい綺麗な眼差しされてでるし本当ですか一番最初お会いした時本当太陽の方だなって。<laughs> <laughs> す <laughs> すごい興奮したの覚えてまもっと本当は冷蔵庫のことを調べて帰るつもりだったのが、はい、なんかすごい興奮して帰ったのを、はい、あのもうあの昨日のことのように覚えてます。いや今日もそういうふうに思いましたんかねたくさんね日本のやっぱり世界を目指す企業で働けるっていうねいっぱいいろんないい人材、ね、の方々がたぶ集まってくると思いますんで、はい、ますますのご安泰を本当に、はい、あのお祈りしてます本当にありがとうございます。 ということであっという間の三十分間でしたが、来週のこの時間も経営者たちのラジオ、どうぞお楽しみください。それでは、皆さん、また来週。さようなら。さようなら。<laughs> 経営者たちのラジオでは、リスナーの皆さんから疑問や質問を募集しています。メールアドレスは経営者アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。経営者アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムです。竹山社長にお聞きになりたい質問などありましたら、番組メールアドレスまでご応募ください。 またこの番組は放送終了後 ABC ラジオ公式 YouTube チャンネルそして株式会社タスクのホームページ上でも配信していますのでぜひご覧くださいこの番組は株式会社タスクと未来コンサルティンググループの提供でお送りしました